香港を拠点とするキャセイパシフィック航空は、新型コロナの拡大で運休していた福岡香港便を昨日2年8ヶ月ぶりに再開しました。水際対策の緩和に伴う旅行需要を見込んだもので、今月末までは週3往復、年明けからは毎日1往復運航されます。 I think it would be the Japanese food. ラーメン、寿司。 Yes, we miss this kind of food very much. I'm very excited now because long time not coming to Fukuoka. This is the first time after COVID and then we miss here very much. ようやく福岡にも我々のフライトが戻ることができまして、大変嬉しく思っております。日本が今香港では大変人気のデスティネーションですので、まず香港人のインバウンドのお客様をお迎えするというのと、同時に日本から、香港、そして乗り継ぎでご旅行されるお客様をお迎えしたいと思っています。一方、こちらは福岡を代表する観光地の一つ、太宰府天満宮の参道です。パックツアーに加え、個人での入国も解禁されたことで、家族やカップルで旅を楽しむ外国人の姿も見られます。熊本、長崎。 Yeah, and Yufu Inn. And just today, I just arrived in the morning. 食べることとか、写真撮りとか、そんなことで楽しかったです。おち鍋が一番です。よかったです。福岡市天神の寿司店の前には平日にもかかわらず行列ができています。外国の方も多いです。新鮮なネタを手頃な価格で食べられると、海外でも口コミで人気のひょうたん寿司。行列の中にはしばらく見かけなかったインバウンド客も戻りつつあります。韓国の方がですね、規制がなくなったということで、少しどんどん増えてはいてますね。はい、行列はできているのでありがたいと感じています。外国メニューを増やすことと、簡単な韓国語、英語は少し自分で勉強して喋れるようには心がけて接客しています。九州各地の観光地にも外国人観光客の姿が。熊本城のふもとに飲食店や土産物店が集まる城西園では、Where are you from? Thailand. We are from Belgium. Taiwan. From Burundi. We come from Cote d'Ivoire. タイからの観光客は予約していた着付けを体験し、着物姿で散策しました。Very good. This is my first time wearing kimono. I feel very good. さまざまな種類の温泉を見られる地獄巡りが人気の大分別府温泉。この温泉旅館は日本らしい雰囲気が外国人にも人気で、宿泊客の半分が海外からの個人旅行でした。予約の画面です、見ていただけたらもう外国のお客様多いですね。日本が好きな、人たちがいっぱい来ていただいているので嬉しいです。今までは和食中心だったんですけど、洋食もそろそろスタートさせて、選べるように少し外国の方に合わせた対応を今後しようかなという。